こんにちは。今回ですけども、歌を歌ってて高い声が一瞬で出ない方におすすめのコツを紹介していきます。例えば、アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよっていう、こうアラジンのって一気に飛ぶじゃないですか。あとは、世界が終わるまでは離れることもないとか、一気に飛ぶ歌って結構あるじゃないですか。これについてコツを紹介していきます。結論としてはサイレンボイスを使ってほしいんですよね。サイレンボイス、野球のサイレンとかの真似をするみたいな、あー、こういうボイトレがあると思うんですけど、これをやってほしい。あー、こういう練習、高い声出すために下の音から高い音に移動する、これを何回もまずやってほしい。で、じゃあどういう風に高い声一瞬で出すかってことなんですけども、このサイレンボイス、低い音から高い音まで移動しているこの使い方ありますよね、喉の。あー、これを早くやるだけ。あー、あー、あー、伝わります？あー、こんな感じで出してるとすごく喉が楽です。あー、高い音をいきなりこうあーって当てようとするんじゃなくて、ちゃんと使う、ゆっくり丁寧に順番通りに、あーあーあーらーあーらーアラジンのように魔法の絨毯に乗って、下からちゃんと当てるようにしてあげる、下から作ってあげるか、こうやってやってあげるとかなり声が、喉が心地よい状態で高音を出せるかなと思います。ぜひ練習してみてください。サイレンボイス作ってからゆっくり最初は登っていくんだけど、徐々に速くするような感じで慣れたら、あのかー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 、声もあー、もうこんな感じでやったり、全部全部とかやったりとか、結構その一気に高い音を一瞬で出すような曲も、クリアできるようになるかなと思いますので、ぜひ練習してみてください。